はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンス、新キャラの出現率アップ、さらにガチャスタンプ付きということで、いよいよですね、イベントもファイナルということで、皆さん今回のイベントいかがでしょうか。まあいろいろね、賛否両論荒れているところもありますけども、まあイベントで始まった当初はですね、まあ結構ね、特攻ないとこれ無理ゲーなんじゃないか、プニ神の闇縛りね、なので、まあそんな風に言われていて、まあ僕も実際そう思っていたんですけども、まあ実際いざ蓋を開けてやってみるとですね、まあステージ1の1のね、あの難しい裏マップのね、ビシャシャなんかでもですね、まあ工夫次第では特攻なしで倒せたりしてですね、まあパズルゲームのね、醍醐味的なところは、まあうまくね、運営もね、表せていたのかなと思います。ただですね、横取りチケットの入手方法が、まあ武道会といったら優勝した時に、まあかなり低確率ではあるんだけど、横取りチケットがね、まあゲットできるっていうのがあったのが、今回廃止されてですね、もう完全なる課金要素となってしまった。まあここもですね、いろんな意見があるかと思います。僕もですね、まあ無課金っていうかね、基本プレイ無料を歌っている以上ですね、まあ、無課金攻略できるなんかルートを残してほしかったってのはありますけども、一方で運営のね、気持ちもわかるんですよ。っていうのもね、いくら基本プレイ無料っていうゲームであってもですね、まあ運営がね、ゲームを継続していく以上、まあ収益をね、上げないとね、いけない。まあこれはね、結構ジレンマになるんだけど、なのでまあしょうがないところはある。まあ逆にねあまりにもこの課金要素がなかったために消えていたゲーム山ほどあります。そうなっては欲しくないっていうのがあるんで、まあここはね、ちょっと理解を示していきたいなと思います。ということで来ましたね、ガチャスター、今回も確定枠あります。激アツです。ちょっとこれは人並みあるんじゃないのか。いきましょう。さあ確率見ていきましょうか。レンが 0.7、 そして 0.9、 0.9、 1.11、1.1、 1.1。 ちょっと待ってください、確定枠じゃないのにむっちゃ確率高くね。え、いつもこんなに高かったっけ。まあでも嬉しいことなんでいいでしょう。これはもう、まあ、これ確定枠じゃなくても毎回昇天なんじゃね。いくぜ。さあ10連いきます。当たり前じゃないですか、 SS、S 以上1体確定があります。さあ最近この倍もらえるとかアイテムが消えちゃったよね。まあそれね、ちょっと復活してほしいと思いますけども、最近やたらと運営 Y ポイントでシビアです。そこシビアになるかな。おるしょっす、これはまさか。さあしかし金カブリス高え。やっぱりラスちゃんは何かがある。確定枠じゃなくても何かサプライズがありそう。僕はですね、もう全てのキャラ持ってるんで、まあ止まるってことはないんですけども、まあできればランク UZ のレン限界突破もうすでにね、してますけども、さらにしていきたいなと思います。10突目指せ。さあ来るのか、ロマンあるよね。さあ SS、 S ランク、これ確定枠か。おるしょっす、どうだ、 SS、 S ランク、これも確定枠か。おいおい、なんだよ SS、 S 以上1体確定って。おるしょっす、どう、ここか。ランク Z 来ました。さあ皆さんはですね、今回のこのラストチャンス何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりコメント欄で教えてほしいなと思います。まだあります。今回ですね、配布でですね、コイン来たよね、あの Z 以上キャラ1体確定のコイン。さあこの10連記念コイン紫配布されました。ランク Z 以上1体確定ということで、こちら狙っていきたいなと思います。まあイケメン犬だったりね、サクちゃんであったり、結構使えるキャラが出るということなんで、これはちょっと嬉しい。おるしょ。さあここでおっと、ゴールドのウィスパーからの、さあ金株は一つかちょっとここで昇天して何かね、ロマンある。でも結構ですね、出してる、昇天してね、二次株出してる人結構いるんだよね。なのであながち今回のこの配布コインは、この今までみたいにね、コインではないっていうところが結構ロマンありますけども、さあどうなの。さあできればランクの高い、おるしょっす、とっと微妙っすね。
まあキャラとしてはね結構いいキャラ出ましたけども、また微妙だな。この高翼州花子さん飛び出してきましたね。ランク Z 滅粒子。こっちのねメイドの花子さんもなかなか使えるキャラなんでいいかなと思います。さあ皆さんはですね、この配布のコイン何が出ましたでしょうか。そのあたりも教えてほしいなと思います。さあもう次のイベントがね気になる頃なんですけども、ラストスパートかけていきたいなと思います。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあ今週はですね、スコアタック、ちょっとね珍しいスコアボーナスが SS 以下につくということで、こんなパーティーでやっていきます。 SS ランク覚醒赤鬼スコアアップですね。こちらスキルがですねデカプニで降ってくるということで、なかなかスコアタム系、そして攻撃力アップとしてこの五等分の花嫁コラボキャラ、技ゲージが溜まった状態でスタート。そしてベティさん使っていきます。こちら回復プラス攻撃力アップバフです。デカプニで降ってくる。そしてメインアタッカーはティナ使っていきます。ディシティアファイナルファンタジーとのコラボキャラプリチンの種族効果アップがあります。そして覚醒グラン、これ面白いよね。この必殺技のこのキックがジバニャンとコバさんが一緒にキックするという。さあこんなパーティーでやっていきます。ちょっとね懐かしいキャラが大半占めてますけども、まあ、昔はですねこう言っても SS ランクがね、まあ、最高レアリティの現役時代も結構長いことあったわけで、最近のプニプニだからそう考えるとインフレ激しいよね。今はもうランク UZ の時代ということで、ランク Z が来てダブルゼータが来てトリプルゼータが来てランク UZ ということで、一番最初のねプリプリ始まった当初は S ランクが最高レアリティだったわけなんだよね。これしばらく結構長く続いていたわけなんだけど、でその S ランクキャラでもなかなか入手難易度が高くてですね、 S ランクパーティー組むのに結構期間がねかかったのを覚えています。なのでそのプリプリ始まった当初は A ランクでもなかなかね、 A ランクパーティーでも結構バリバリ使えたんだよね。そう考えると最近のプニプニステータスだけ見てもすげえ激しいしまだこの SS ランクからスキルがね登場したわけなんですけども、こうやって見ると可愛いよね可愛いというか、何なんだろう、必殺技のこのタップでデカプニ、そして攻撃力アップのこの威力的なものが可愛いよねっていうね気がします。まあでもこれからもねこの SS ランクとかね低ランク、これを低ランクというのか微妙なんですけども、低ランクキャラもね活躍の機会を与えてほしい。最近たまにですねランク縛りのステージであったりありますけども、スコアとでももう少しねこのスコアボーナスっていうのであればもう少したくさんつけてくれてもいいんじゃねっていう気はするけどね。さあこのディシディアファイナルファンタジーとのコラボキャラ、なかなかいい感じ。そろそろねでもファイナルファンタジーとのコラボもさしばらくやってないんで、またやってもいいんじゃねっていう気がする。今ねファイナルファンタジー7リバース話題になってますけども、この辺りまあスクエアエニックスとねレベル5日野社長結構関係がね深いとこであるんで、コラボやる気になればねいけるような気がするんだよね。ディシディアファイナルファンタジーとのコラボもなかなか盛り上がったんで、これプリプリとコラボしたらまたいけるんじゃね。逆にですねファイナルファンタジー側で妖怪ウォッチコラボしたこともありました。これはそれはそれで面白いけどね、ファイナルファンタジーの中にジバニャンとかね妖怪ウォッチのキャラが登場するという。さあそしてこの稲妻イレブンとのコラボキャラも懐かしいよね。しばらくないんだよね。以前はですねもう複数回ありました。なのでまあ今年は稲妻イレブンの新作も出るということで、全世界同時でなんか体験版スタートするってね話題になってるんで、プニプニもここはスルーはないんじゃないかなと思ってます。シャイ